こんばんは。おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。ゴースケアです。今日はね、センナメリディオナリスから、これね、1番って書いてありますけど、1番、まあね、番号ついてるやつは1回ショップに並べたやつで、これまだ並んでるけど、まあ他のに比べてね、ちょっと小ぶりだからなんだけど、なんかね、この葉がこう頭が2つに分岐してくるようなイメージか、そんな気がして、これいいんじゃねえのかなって俺は今のところ思ってんだけど、うん、それとかね、これはまあこれからのお楽しみなんだけど、これ巨子がこんなちっちゃいのにね、隣のこれは色が薄くてね、うん、ライムグリーンみたいな色になるんじゃないかなとか、巨子はこれから出てくるんだろうけど展開速度は速いよね。そうとかね、これなんてめちゃめちゃ葉が長いじゃん。なんでお前こんな長いのって、まあ長いのはね、大きくなるに従って短くなるとは思う。これ巨子ないよね。でも真ん中のやつには出てきてる。とかさ、ねえ、これ、ね、今んとこちっちゃいけど丹波でむっちりしたやつになりそうだなとか思いながらね、見てるとこんなちっちゃいのでも楽しいんですよ。うん。で、この間の救出したやつ、これね、これどうなるかな、大丈夫かな、わからんけど、でも真ん中のね、緑の中でこうひょこっと出てきてるんで、多分大丈夫だろうなとは思ってますけども、細い根がついてるんでね、一応ね、どうだろう、もうちょっと立ててやった方がいいかな。まあいいや。はい、今日はコメントのね、返信をしていこうと思いますよ。はい、これこの間植え替えたからか、秋やんか、まだまだこれから夏なのに、冬型なのにさ、これとこれとこれと3本出てきちゃってね、今シーズンこの1本だけで頑張ってたんだけど、休眠期に入った途端に植え替える時期を間違えたんだろうか俺。はい、これはね、もう大丈夫って思ってますけど、あ、取れちゃった、葉っぱ2枚だけになっちゃったけど、ね、開墾部はしっかりパンパンに張ってるんで心配ないかなと。これもね、これはね、一回出してて引っ込めちゃった、買う人いないかなと思って、2番って名前ついてますけどね、2番、オテロイ、でかいのよ、すごくでかいので、まあね、だんだん葉が展開するに従って巨子は強くなってくるんだ、これみたいにね。これもオテロイです。うん。割とね、これ幅広の葉になりそうだし、良さそうだなぁとは思ってここに。また出すかな、どうしようかな、とかね。ここね、置く場所をちょこっと変えたんで、ちょこっとね、幅広の棚に変えられるのよ。だからもうちょっと広げられるから、なんて思ってます。はい、こんな感じ。そうそう、植物ね、植物ね、このまんまるチーの3つ、これは大国恵比寿、大国に恵比寿笑いにエブレネウムね、このまんまるっこちフォルムがかわいいじゃん。で、これの、これ今年花咲いたやつなんだけど、エブレネウム。これのちっちゃいのがこれ。ね、これも一株、二株残して全部出すつもりではありますが。これね、これなんてもうほら、葉の間からこのトゲトゲがもう出てるよ、トゲトゲが。ほら、このトゲトゲ。こんなちっちゃいのに頑張ってるよね。うん。そう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 、こんな感じです。ね、これも楽しみにしておいてくださいませ。まあね、広いとこがあるならね、もっともっといっぱいやりたいんだけど、これの小株はね、収穫して上にあります。か、これね、全然紹介しなかったよね。これ葉です。アガベチタノタ葉です。
あ、ここになんか引っかかってる。引っかかってる。こういう石が気になるのよ。あ、あ、えい、取れた。歯です。虚子がやばくない？まあこれからだよね。ここの葉っぱからどんどんで、ここから急変したよね。この今展開中のこれ、ぶっとい。でこのバンド幅も広いし、ここから急激に良くなりそう。うん、歯です。でこれね、あるあるなんだよな、あるある。これここ、ここ見えるかな、ここ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 、これね、トップスパインに巻きついてんだよね、虚子が。これでガチンってロックしちゃうとさ、外れなくなって、この真ん中の成長点がね、ぐにゃーってひん曲がって向こうに持ってかれたりするのよ。これがね、外そうか自然に任せようかすごく迷うんだよね。無理に外そうとするとね、パキンって折れちゃったりするから、これどうしてくれるって今迷ってます。もう 2,3 日様子見ようかな。そうなんです、はい。なんか楽しそうでしょ、アガベね。そうなんです。いやー参ったよ。なんかね、会社に出す書類とかでいろいろ何か役所に取りに行ったら、なんか俺の今年の申告内容がおかしいことになったらしく、まあ記載ミスがあったんで、これ修正するのに税務署行かなくても、e-tax でできるっていうんで、いろいろやってたんですよ。すっごい時間かかっちゃった。で修正申告して、俺は払った税金が返ってくるのかなと思って、ちょっと期待してたら逆に数十万取られます。どういうことだよっていうね。あー参った参った、本当に参った。まあな、納税は国民の義務でございます、はい。かといってなあ、本当安くないじゃん税金って。その税金の使い道だよな、好き放題なんだかんだ、こう税金に群がっていろいろやってる事業あるじゃん。 NPO だなんだがさ、俺あれがどうにも下せないんですよ。いや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 、ちょっと待てよと、そんな好き勝手にバンバンそういうもんに使うなよと、もうちょっと吟味せえよって。すごいお金が動いてるじゃん、それ公金でやることじゃないんじゃないのっていうものがめちゃめちゃ散見されるじゃんね。ノーと言いにくいところに群がってんだよね。あーまあそんなことは一方のチャンネルで話す話題ではないわね。今日はねコメントを読もうと思ったのよ。集めていたどうでもよいものみたいなやつをやったと思うんだけど、それでね、これはレザー翡翠さん、ごめんね、ポンプがうるさくて、翡翠ってかっこいいよね、感じが、もちろん鉱物の翡翠もかっこいいけど、集めていたどうでも良いものの話。ごすけやさんこんばんは、コメント失礼します。集めていたどうでも良いものの話、話題に出てくるのは親世代のものばかりでしたか、ということは俺の息子世代の年なのかな、翡翠さんね。で羨ましいなと思いながら聞かせていただきましたと。今の時代はおもちゃやゲームも高価でなかなか子供が買える値段ではなくなってしまったように思います。もちろんクオリティも高くなっているので致し方ない部分はあると思うのですが、子供自身が工夫して遊ぶ要素はなくなりつつあるのかなと思います。まさにそれなんだよね、まさにそれ。この先も読むと、完成されたゲームで遊ぶのももちろん楽しいと思いますが、手元にあるものを使って工夫して遊ぶ楽しみも今の子供には味わってほしいなと思うのです。なんて偉そうなことを言ってる自分もゆったり世代で、ゲーム世代なんて言われてる世代なのですが、でもそういう考え方を持ってるゆとり世代の方っていうのはすごい貴重じゃないのかな。あとゴスケ屋さんは、車はゴスケ屋さんたちの世代が大変羨ましいです。
若者の車離れなんて言われていますが、乗りたい車があっても最近の車は高すぎて乗れない方が多いんじゃないかなと思います。かといって旧車なら買えるかと言われると逆に高騰してますしと。なかなか書いてしまいましたが、良くない風習や慣習は別として古き良き日本の心を忘れずに生きていきたいものです。いつもありがとうございます。これからも応援してます。こちらこそコメントありがとうございます。うん。やっぱりさ、俺たちの年代ってさ、すごーくこう、なんて、ゲームって、ゲームなんてものはゲームウォッチが出た頃じゃん。ゲームウォッチって知ってる？あの液晶の画面のやつでさ、ものすごい単純なゲームだよ。もうね、今だったら笑っちゃうぐらい単純なゲーム。一つのこんぐらいの、なんていうのかな、ポチポチやるのに、一個のゲームしかできないゲームでさ、ドンキーコングとかあったよね。俺はね、そのゲームが、で、夢中になって遊んだかっていうと、まあ遊んでないことはないんだけど、妹が俺二人いるんだよ。妹たちはそれにドハマりしてた、あの年代だね。うん。あれが出た頃って俺中学生で、そんなもんより何より、なんていうのかな。言えねえな。悪い遊びを覚えてて、あの非合法なこととかにドキドキしてた時代ですよ。まあ、時効なんだろうけど言えねえ。まあ中学生の悪さって言ったら、まあね、そんなもんですよ。夜な夜なブンブンしてましたよ。そういうことはやっちゃいけないんだけど、でも、なんていうか、その前だよね。その前は、本当、小学生の頃って、インベーダーゲームとか、ドッグ崩しとか、あの頃当時ね、安くなかった100円玉で、ゲームでほんの数分で終わっちゃう。それでも、それが楽しくってさ、っていう時代だよね。今は無料のアプリで山ほどあるだろうけど、もっとあの頃のあんなゲームよりもっともっと面白いものがね。だからゲームっていうのはとても高価なものであったし、それに夢中になるっていうのはあまりなかった世代だよね、俺たちはね。で、だからなんかで、ね、ほら、それこそ爆竹で遊んだりさ、いろんなことを工夫して遊んだよね。工夫して遊んだし、面白いことがないから面白いことを自分たちで作り出してたよね。で、そういう与えられるものがないから自分たちで作ってたっていう、いう世代なんで、なんちゅうのかなぁ。だからこのミシンの押さえだってそうよ。これね、ラスカさんと俺で開発したものだったりするんだけど、だってミシンのこの糸目なんていうのはさ、避けるように溝が掘ってあるのが当然だった時に、わざわざそこに強い力で踏みたいからかまぼこ状にして逆に踏むようにしたりするわけよ。その方が糸が締まって綺麗とかね。与えられたものをそのまま使うっていう頭はないよね。もっといいもんがあるはずだって思ってるし、何でもかんでも、うん、そういうのっていうのはそういうところから来てるんじゃないかなとふと思いましたよね。今のクオリティ高いゲームはさ、逆に何かカスタマイズしたいなんて思ったってできないじゃん。すごい専門的な知識と機材がなければさ、そんなことはできないわけでね。すごくいろんなコンテンツもあるし楽しいだろうけど、そういう隙間がないよねって思うんだ。うん。で、俺の返事はそうだよなって、確かにと思いながら読ませてもらいました。自分で工夫して遊ぶってすごく大事で、恵まれすぎているとその感覚がなくなってしまうのが怖いですね。うん。で、車はね、
性能は低くても走る楽しみがある余分なものがない安価なものが出ればいいなと思ってますって書いたのよ。うん、要は86みたいなもんだよね。大衆車に毛が生えたようなもの、一般の人たちが乗る普通の足車、価格的にはうんと安いグレードのものにをちょっとだけ外見をスポーティーにしてとかね、余分なもの全部取っ払っちゃってオーディオも何もいらんよって、もうワイパーでね、ウィンドもこれでいいよって、モーターもいらんよって、とにかくもう全部省いて軽くした車のフロントエンジン、リア、あーでもエンジンじゃねえのかモーターなのかもう分からんけど、そういったもう快適装備とか、下手すりゃアンダーコートもいらねえよって思うけど、動力性能だっていいんだよ。すごく単純な、なんていうのか、商用車のエンジンみたいなのでいいんだよ。ねえ。実用一辺倒の安けりゃ。そんなのをベースにして、カムやらなんやら、買えるわけだから、どうせ。与えられすぎてるっていうか、そんな完成してるもんじゃなくていいんだよね。その代わり若者でも買えるようなパッケージがあったらいいなって思うんだよね。スターレットとか KP とかだってさ、誰があんなスポーティーなっていう、ワンダーシビックとかそうじゃん、勝手にやるんだよ俺たちが。初めからそんなかっちり出来上がったものなんていらねえんだよって俺は思うんだけどね。その時代その時代にあったそのねえ、車で遊びたい人たちがこう遊ぶためのベースのモデルみたいなものがあったらいいんじゃないのって思うんだけど、どうだろう、そんなの作ってくんねえのかなって思ってます、うん、で次、これはあれかな、チョロさんかな、ね、近くの広い駐車場に BB 弾が落ちていてよく拾ってました。エアガンは憧れでした。親がダメだというので持っていなかったのですが、うん、でビックリマンチョコのシールやグリコのおまけを集めてました。懐かしいですねと。うん、ね、エアガンはね、そうなんだよ、エアガンは憧れたんだ。やっぱね、 BB 弾のエアガン、エアガンは持ってたよ、持ってたけど、何を思ったか BB 弾じゃない弾の、知ってる、こうちょっとこうこんな形してるやつ、ちょこんたってこう、なんていうのか、尻尾があるやつの玉だったり、なんかね、その玉のモデルのやつの方がちょっと安かったりしたのかな。 BB 弾、そう、やっぱ玉もちっちゃいし、玉もスピードも出るし、当たりは痛いし、威力があるんだよね、遠くまで飛ぶし。やっぱね、BB 弾搭載のエアガンっていうのは、俺も持ってなかったのよ、当時。だから欲しくて欲しくてさ、で同じく BB 弾拾ってました。そうよな、俺も拾ってたよな、なんて思い出しましたね。そのうちね、そういうもんで遊ばなくなっちゃうんだけど、でも、大人になって今そこに BB 弾の、エアガンいっぱいあるけど、あの当時持てなかったものっていうのは、そんな話をしたからか、視聴者さんからいただいたものが結構あるんだけどね。もう使わないからあげる、なんて言ってくれて、そう、俺これが欲しかったんだ、なんて思って大事にしてます。今でもたまに眺めてね、カチャカチャやってますけど。
まあね、サバゲーに持ってって遊んだりもしましたよ、あれで。そう、エアガンはこれ確かに BB 弾持ってきて欲しくて欲しくてしょうがなかったから、それ分かります。で、ビックリマンチョコのシールもとの当時ものは今びっくりするような価格で取引されてるみたいですよ、うん、グリコのおまけも懐かしいですって返信したんだけど、うん、ビックリマンチョコとかさ、あの辺のでなんかレアなやつとかあったじゃない、なかなか出ないやつとか今売ってんだよね。でさっきね、ちらっとなんか YouTube 見てたら、マンダラケ、どこだっけ、御徒町だっけ、有楽町だっけ、どこだっけ、マンダラケってお店があって、当時のそういう懐かしいものがうじゃうじゃっといっぱい売ってる専門店みたいな。そこでね、ソフトビニール、ソフビと呼ばれてる当時のやつとか、当時のパチモンとか、なんかそういうのが売られてて、すごい値段になってるよね。あったじゃん、ちょっと柔らかい超合金とかじゃない、ウルトラマンとか、ウルトラマンの怪獣とか、仮面ライダーとかゴレンジャーとかあったじゃない、あれが今ねすごいブームが来てる。で、現代のものとかね、インディーズと言われてるその大手が作ってるもんじゃない、作家さんが作ったモデルとかいろんなのがあるみたいよ。あんなもん手出したら破産するわと思ってるけど、いろいろシリーズがあったりするじゃない。ウルトラマンの M サイズのソフビのやつし、また怪獣がいっぱいいたりとかするんだと、それも集めて全部コンプリートしたくなっちゃったりするしね。どちらかというと俺そういったものであんまり遊ばなかった方ではあるんだけど、近所の年下の子らはね、そういうので遊んでたで持っててこうブンブンやってたのをなんか、うん、覚えてますよ。でもね、ビックリマンチョコとかやばいよね、やばい。今でも大事に持ってる人とかいるのかしらと思うけど、ああいったものがねものすごい今となって、あん時欲しかったんだよなーなんていうのがちょっと並んでたりとかすると思わず買っちゃうもんね。買ってどうすんだって話なんだけど、雨降ってきた、今日ランニング行きたいんだけどな、休みたくないんだけどな。はい、もう一個行きまーす、こんばんは。これは早手さんかな、うん、王冠は、そう、王冠の話したんだよね、ペロッとめくってスーパーカーが出てくるってやつね、うん、王冠はスターウォーズのものもありましたね。で、何本も飲んだり飲ませたりと親や親戚を巻き込んだ記憶がっていう、ミニカーも集めてましたと。で、スーパーカーの消しスーパーカーのゴムのも集めてて、ボールペンで飛ばしたり、ボクシーのボールペンね、うん、切手も古銭も集めたし、怪獣ソフビも集めましたと。近い世代なので珍しくないかもですね、うん、多分ね世代的にね近いと思うよ。で、爆竹は走行中の車に投げ込んで全力で逃げたのが、若気のいたりだったり、うん、で、銭が届きましたと。閉じた葉っぱが可愛いです。天地無用なので帰宅したら逆さまでビビりました。意味分かってないんだよなって、まあ配送業者さんね。でも最高な梱包で無事無傷で何の問題もなかったですと。あと、マレンマンのプルアップ体験しました。あれは癖になりました。ありがとうございます。タブをね、マレンマンのこと、そうそう、マレンマンのこと言ってたなと思って思い出して入れたんですけど、そう、あれ王冠のやつスターウォーズもあったよね。確かにもう記憶から消えてたよ。で、返事が、消えていたスターウォーズの、記憶から消えていたスターウォーズの王冠ありましたね。R2D2 とか C3PO ってその時覚えたよね、うん、確かに親戚巻き込んで集めました。じいさんばあさんに無理くりジュース飲ませてね。だって蓋開けたいんだもん、王冠見たいから。開けちゃったら飲まなきゃダメじゃん。そうそう。で、切手も古銭も確かに集めたよな、あの頃なって思い出しちゃったよ。切手もね、あの頃流行ったんだよ、切手集めるのが。なんかみんなやってたよね、みんなやってた、古銭も。まあ、そんだけこうなんか集めたりするその対象がなかったよな。
それこそさ、ビックリマンシールとか前の話だもんね。ああいうもんがなんか集めたいと思うようなものがなかったんだよね。で、切手とか古銭とか、あと切符、使用済みの切符も集めてたね。なんかあれに入れて、なんだっけ、こうアルバムにこう切符をね集めてたね。そう言われてみれば。で、切手はね、なんかちょっと大きいやつで見返り美人っていうのがあって、それを覚えてる。なんかすごく喋りながらとさっきの曲がっちゃった一箇所。打線が怖いから早く曲げるんだよな。爆竹はね、そう、そこら中に投げてた。俺もそこら中に投げてた。なんだろうな、あの爆竹の面白さって。まあ、こんなちっちゃくても爆薬は爆薬だからね。あの爆破させるっていうのかな。子供ながらにやっぱりね、子供のおもちゃとしてはやっぱ刺激強いじゃん。耳のそばでさ、鳴るとさ、もう鼓膜破れるぐらい痛いじゃん。危ないじゃん、結構。目のそば、目なんてやばいじゃん。でも人に向かって投げてたよな。すげえ悪いよな。今思ったら大丈夫かと思うようなこといっぱいやってましたけど。ね、ほんと遊んだ。箱で持ってたら宝物だもんね。バラしてね、一本ずつあのまとめてバタ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 って鳴らすのなんて贅沢でね、そんななかなかできないのよ。すぐなくなっちゃうじゃん。いっぱい遊びたいじゃん。そのうちしけっちゃうんだけど。ねえ、なんかいろんなものにいろんなとこに突っ込んで爆破させたよね。子供のおもちゃとしては最高よ、あれ。今やな、街中でベランダから爆竹つけて投げると、あのテレビの報道で流れちゃうぐらい、なんかもうなんかなんだろう、悪党がやることに なってしまってるけど。キャッチボールできると面白いね。はい、まあもう22分も話してる。で、まあまあ今回はね、あのアンサー動画ということでこんなもんにしときましょうか。よいしょ。話してるとね、やっぱりね、やっぱ集中はしてないんだな。ミシン踏んでる時ってすごーくこう黙ってる。もう、まあ、過去に喋りながらやってるけど、さっきみたいなあの変なミスはせんもんな。やっぱ話すことに気取られてんだろうね。はい、という感じで今回動画は終わります。また遊びに来てね。バイバイ。